はい、こんにちは、リケジキューです。今日のご紹介するアイテムはこちら、アフタースですね。もうね、ボックスの、ね、アートワークは示すとアフターなんで、地球の、ね、人類はもう死滅して終わってるんですね。死滅して終わったところに、このお猿さんたちがですね、いかに勢力を伸ばしますかということをぜひ競いましょうとね、いかにも今風なテーマというゲームになっておりました。というわけで今日はこちらですね、アフタースをね、ご紹介していきたいというふうに思います。 The Game Gallery。はい、ではで早速ね、こちらね、アフターですね、中身でご紹介していきたいというふうに思います。はい、というわけでですね、コンポーネント出してみましたけどもですね、こちらの方はですね、メインボードになってまして、ここのところですね、4種類そして2段階のですね、つまり全部で8種類の、まあ、お猿さんがいるわけですね。で、このゲームどうなってるかというと、一番最初にこちらのですね、各お猿さんですね、これの方で自分の部族をみんな持ってるんですね。ここのところの同じお猿さんなんですけど、こうやってここ紫の旗ですよね。ここだったらここが黄色の旗とか水色っぽい旗みたいな、このね、旗の方で種類が分かれていて、そこに対応する個人ボードを持ってるんですね。能力なんか全部同じですよ。例えばこの紫のボードやったらね、このね、紫のお猿さんが該当しているので、これをもらっていて、デッキ構築要素があるので、このお猿さんを使っていって自分のところの部族を発展させていきましょうと、まあそういうことがメインテーマになってるんですね。で、ゲームのじゃあ目的は具体的にどうなってるかというと、これレースゲームになっていまして、これ得点なんですけど、一周回るとこれ80点まで記録できるんですね。いかに早く80点を取るかっていうやつをプレイヤー間でレースしてます。実際は毎ラウンド毎ラウンドちょっとずつみんな点数が入っていくので、いかに早くこの80点のチェッカーフラッグを切るかと、これを競ってるんですね。とにかく早くデッキを回して得点を取っていきましょうと、これがですね、ゲームのね、大きい主眼となってるわけですね。で、先ほど言いましたこちらの方がね、買えるお猿さんたちのところがレベル1レベル2なんていうのがありますので、そこのところの補充するカードがあらかじめ用意できると、もうゲームの準備完了と、まあ、こういう仕掛けなんですね。じゃあ具体的なプレイの流れをご紹介しましょう。実はこのゲーム手番とか全然ないんですね。全く手番がなくて、全員同時に進んでいくペニーレーンシステムを利用したデッキ構築ゲームになってるんですね。まずこの最初のお猿さんたち、8枚ほど持ってるやつの中からシャッフルして、各自全員ですよ、全員同時に4枚ほど出します。4枚出したら公開し、自分の手元の方にこのように並べていきます。とするとなんだか枠ありますよね。ここの隣と連なってくっついて一枠になったところとか、単独で自分のところで完成している枠なんて、いくつか出てきますね。これ自由自在に組み直してもらって結構です。同時に完成してない枠ありますよね。これね、完成できてない、あるいは相手がいない枠っていうのはできるんですけども、この完成してる枠だけ効果が発揮するんですね。なんで全員カードを4枚引いて終わったら、好き勝手並べていただいて OK で、それが終わるとまた各自勝手に処理を始めてくださいと、こういうわけなんですね。で、やるのはこの上の段、中の段、下の段っていう順に処理していきましょうってね。いわゆるペニーレーンシステムって、2つのカードが合体することによって効果が発揮されるっていう方のシステムなんですね。まさにその通りですね。合体して効果が出ると。このゲームは4種類のリソースプラス VP ということになっているので、例えばここだったら赤と黒、そのまんまの資源が得られます。水色と赤、水色ってこんな風にもらえるわけですね。ここはね、完成してないからもらえませんということですね。じゃあこれが全部もらえましたよと、これが1段目。じゃあ2段目に行きましょうっていうと、ここですね。赤を2個支払うと、これびっくりしてるのね、1VP なんですね。1点もらえますよということですけど、ちょっとまあ貯めときたいな。だからこれ使わないでおこう。できますよ。で、これは相手がない。じゃあこれ何にもしなくても1点もらえる。これ素晴らしいですね。じゃあ1点もらっときますよと。で、これは相手がない。これバッテリーを1個使えば1点ですよ。だから残念ながらバッテリーは持ってない。おしまい。これは相手がない。相手がない。相手がないっていうと、これでね、最初のフェーズおしまいなんですね。で、そうするとですね、こちら。一番最初のですね、ここに出てきたお猿さんたちですね。このお猿さんたちですね、新しいですね、お猿を仲間に入れられるというフェーズがあるんですね。ちなみに明らかにこっちの方が強いです。明らかにこっちの方が強いです。特徴若干お話しておきますと、こちらのお猿さんはここにですね、電球がある通り、勝利点が多いです。
こちらのお猿さんはですね、こちらのところはですね、電池、バッテリーを多くもらいます。はい、こちらのお猿さん、ゴリラさんですけど、これ怒りゲージなんですね。これ怒りゲージも実はあるわけですけども、怒りゲージが溜まるとカードを圧縮できるんですね。最初の実は8枚のカード、ベラボーに弱いんですね。いらないんですね。で、圧縮すると除去した時にだけ発動する効果なんていうのも用意されているので、まあ一刻も早くいらないやつのけたいわけですね。これ除去できますよっていうカード。で、このお猿さんこれくるっと回ってますけども、すでに解決した枠をどっかもう一回使えますよみたいなね、すごく美味しい枠できる時あるんですね。それを連発できますよなんていう能力を持ってるっていうのがレベル1、レベル2があって、レベル3の方がより強い。そしてこのカードの中身は同じじゃないんですね。いろいろ癖があるやつがそれぞれランダムに混ざってますよとあるんですが、このお猿さんを召集できるっていうのがですね、フェーズ2なんですね。で、こちらの方にですね、どのお猿さんが欲しいですかっていうやつを各プレイヤー秘密裏に自分の手元の方にプロットするんですね。このお猿さんが欲しいですよ、全員ですよ、全員プロットして、はいどうぞっていうとオープンして、そのお猿さんを購入することができると。ただしこのお猿さんはブルーが3個ないし6個、このお猿さんは赤が3ないし6、これは黒が3ないし6、これは赤黒青のどれでもいいけど、どれかが3個ないし6個っていうことになっていて、ないやつは買えないんですね。少なくとも3個ないとどこも買えないってことになってるので、私今青が3持っているので、買えるのはこのお猿さんがこの3、3なんですね。でこういうことになっているので、今回この青いお猿さん欲しいと出しましたと、こうなってるんですね。この時それぞれのお猿さんの方にはですね、電池2個もらえる、怒りゲージが2個もらえる、勝利点が2もらえる、さっきのこの組んであったペニレーンのやつがどっか1個再発動していいなんていう特殊効果を持ってます。かつ自分の左右のプレイヤーをよく見て、そのプレイヤーの中から欲しい能力もコピーすることもできるんですね。これでコストが必要です。制限があるんで、これマニュアルをご覧いただきたいわけですけども、制限がありますが、あ、いいもん持ってるじゃん。そのコピー能力で、そいつの再生してもう一回使う能力欲しい。いやいや、電池が欲しい。怒りが欲しい。なんていうのを、左右のプレイヤーをよく見て、それを使うこともできます。その後、自分のところのこれを、もちろんこの時だったら、これのお猿さん2点もらった後で、必要な対価のリソースを払って、新しいお猿さんを買う。この時にいわゆるデッキ構築でしたら、買ったカードは捨て札に行くのがセオリーですが、山札の一番上に行くんですね。ね、だから次のルターン絶対引くわけですね。非常にありがたいです。レースしてますからね、本当早く得点を取ろうなんでね、早く使えた方がいいと。そうするとラウンドの最後にこのカードは全部1回流れて終わりと。簡単でしょ。で次のラウンドになると、朝らしいお猿さんたちが4枚出てきて、それは買ったやつ出ますよね。1枚も置きましたからね。こいつでペニーレンスの、もう電池いいじゃないですかっていうのを、まあうまく組んでくださいよと。今回じゃあこんな風に並べてみましょうっていうとね、やっぱり解決してみましょう。上の方からここ入れられるもね、電池もらえるんですね。はい、電池ここ、はい、赤2個もらえますね。便利ですね。赤もらって、でここのところ、はい、黒1と電池ですね。ここのところ青がもう3つもらえますね。そして赤、ずいぶんもらえましたよ今回ね。赤2個、電池が2個、ここでも赤が1個、黒が1個、青とこうもらえるわけですね。で真ん中の段ですね、ここですね、黒と電池を払ったら1点もらえる、じゃあもらいましょうみたいなね。黒と電池払ったら1点もらえますよっていうんで、また1点で、ここはない。で、これさらにまた1点もらえる。はい、ここ電池払った1点もらえる。結構じゃないですか、1点もらえると。で、この下の方の下段見ると、黒と赤を払った2点もらえる。もらっていきましょう。黒と赤を払うと2点もらえると。これでおしまいと。さあ、また買っていきましょうと。これの繰り返しになっているんですね。なので、お猿さんが入れ替わっていくと、明らかに見ていただくと分かると思うんですが、アイコンめちゃくちゃ多いわけですね。特に下段のところとかものすごい増えてきたりするので、やっぱりこのレベル2のお猿さんも特に強いんですね。で、必ずしも全部やっぱ同じじゃないので、レベル2のお猿さんの中でもですね、傾向は基本同じですよ。基本同じなんですけども、アイコンの配置とかもらえるものって少しずつ違うので、ここによって運の要素もあったりするわけですけども、ここのところをうまくいち早くレベル2やなんかのに入れ替えていきながら、かついらないカードはこの怒りやなんかをうまく使って圧縮してね、一番最初に弱いですからね、このカードね、いうところを回す。
これをぐる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 っと回して、もうレースしてましたからね。みんなもう毎ラウンドちょっとずつちょっと、しかも後半になればなるほど1ラウンドで点数がどん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 入っていくわけですよね。ギュン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 進んでいくので、こちらのところのレースをしながら80点をいかに早く取るかと、こういうゲームになっていました。追加の要素はもうちょっとだけあります。こちらの方ですね。人類が残した遺産的なですね、このタイルがあります。これゲームごとに変わるんですけども、これが一定枚数ですね、最初から出ています。これ全員共通ですね。これのところは、ここのところの電池ですね。電池を払うと効果発揮するんですね。これだったら VP が直接もらえるんですね。1,2,3 って書いてるのは、最初のですね、自分のお猿さんをね、4枚ペニーレーンに並べるとき、これのところはですね、お猿さんを召集するとき、最後片付けするときってね、3フェーズ1ラウンドありますんで、いつ使えるかなんていうことは書いてあるわけですけども、こうやったらね、新しいカードをね、電池の力でね、変えたりするわけですけども、こういった特別な電池によるですね、特殊アクションっていうのも出てくるんで、これがゲームごとに変わるので、この強弱によってもですね、例えばね、電池をね、強いこのお猿さんをどのぐらい優先的に集めるかなんていうのもね、変わってきたりしますんで、こういうところを見ながらゲームごとのですね、味変っていうのを楽しんでもらえばいいんじゃないかと思いますね。非常になんで実際最初言いました通り、手番もないスピーディーなシステムなんですね。80点を目指してみんなレースをしているので、ラウンドのですね、開始になったらですね、自分のところから4枚引く。これが1枚、あとなかったら残りのところはまたリシャッフルして、新しく不足分を出す。1、2、3って言って、合計で4枚の方にする。この組み合わせは自由自在に考えてくれ。上、中、下っていう風に3段全部調整して終わったら、得たリソースに従って、さあ、どのお猿さんを買いますかって言って、お猿さんを買う。この時に、猿ごとの特殊能力と左右のプレイヤーのコピーする能力も OK ですよ、というコストはもちろん変わりますよ。やって終わったら、新しい獲得するためにコストを払い、得たお猿さんのところを自分の山札の上の方に入れてもらって、買ったお猿さんを片付けると、ワンラウンド終了と。めちゃめちゃシンプルですね、これね。特殊効果も何にも書いてありませんからね。全部アイコンできるんで、もう皆さんプレイできるんじゃないかなというふうに大体思いますが、これを繰り返していくと。インタラクションが若干弱いかなと感じる方もいらっしゃるような気もいたしますけども、これね、レースなんでね、これでいいんじゃないかなって気がするんですね。本質的にこの80マスある得点のところをね、いかに早く駆け抜けていくかっていうのを、このデッキのところを調整して進んでいくっていうところを競ってるんですね。だからここの見合いってすごい強いんですよね。ゆっくりくれてる場合じゃないんですよね。で、レベル2の方が明らかに強いんですね。なんで、早くレベル2のところに自分のキャラクターカードをいかに入れ替えていくかっていうところを競い合うっていうのが面白くなっていました。もちろんソロプレイモードは入っています。ソロプレイモードは AI ボットのお猿さんと80点をいかにどっちが早く取るかっていうのを競うということになっているので、ソロモードの方もですね、結構楽しいというふうにお伺いしました。残念ながら私はちょっと未経験なんですけども、やった方はそっちはそっちで面白いよと、やっぱりレースだしなというふうにおっしゃっておりました。The Game Gallery。 はい、というわけですね、今回ですね、こちらアフターアースをご紹介いたしました。まあ最近のね、流行りになっている通りで、こちらね、もう人類がね、滅びた後のね、お猿さんがね、テーマになっているようなね、ちょっと変わったことになっておりましたけども、メインメカニズムそのものはやっぱりレースなんですよね。80点から早く取るかということなんですけども、そこのところですね、手番需要なんかを一切廃止していてですね、自分とこのデッキの方からペニーレーンシステムを使おうなんていうところね、着目したのがなかなかね、面白いゲームじゃないかと思いますね。このペニーレーンシステムってね、2つのね、カードを合体したところのそのアイコンのね、重なり具合によって効果を発揮するっていうシステムなんですけども、ちょっと前まですごいマイナーなね、メカニズムだったんですけど、最近結構見るようになったのでね、密かに実は流行ってるのかもしれませんね。というわけでですね、今回こちら、いかに早く80点を取るかっていうですね、デッキ構築プラスペニーレーンシステムのゲーム、アフターアースをご紹介いたしました。ザキブチャンネルの春、キュージキューでした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。